さあ、おはようございます。今日は22かな、22日でマンチェスターのライブ行きです。こっちに来て約3週間経ちあったわけですけど、初めてたっぷり寝ました。今時間が13時ですね。午後1時になるところですけど、まあよく寝ました。2度寝したり3度寝したりして、もう本当疲れてたんでしょうね。本当初めてたっぷり寝ました。朝長寸でも並ばないとね、いいところは取れないんですけど、もう朝の並び、これさえやらなければすごい楽ですよ。海外遠征も全然イージーですよ。最初の方は頑張ってましたけど、もうちょっと体力が疲労を出しておいたランドリーを取りに来ました。ちょっと今も取りたいと思います。センターに行っててな、もうそのキャラはすぐまあ男女そんなに揉めるか。来た来た、おぉ、Thank you、 合ってます。 Thank you so much。当たり前なんだけど、ものすごい嬉しい。あ、いいよいいよ。確認はしたい。これで OK でしょう。じゃあバッグはちょっと入れるの持ってきたけど、このビニール袋で行こう。よし、 OK。 じゃあこれからご飯だ。よっしゃ。17時、5時なんですけど、もうそろそろ会場の方に戻るということで、本当に今日は遅いんですけど、これからね、歩くと15分ぐらいかかるので、雨がすごくなってきちゃったので、ウーバーを呼びました。で、ウーバーで会場に向かいたいと思います。皆さんもですね、今後もし海外遠征するって時に、まあ、長寸で朝から並ぶっていうことを全通するっていう人はなかなかいないと思うんですけど、もし連続でこう朝から並ぶっていう時にね、ちょっとやっぱ体調おかしいというような時は、勇気を持ってね、最善を狙わないで、もう入れればいいっていうぐらいの気持ちで、ゆっくり行かれて体休めることをお勧めします。僕も全然平気だと思ってね、毎日連日こう朝から並んでってやってましたけど、やっぱ疲れが溜まってたようで、今日は一日もう寝てたというか起きられなかったですね。起きてご飯食べに行ったり、クリーニングランドリー取りに行ったりはしてましたけど、やはりもう無理しないで本当に寝るべきだと思います。まあ年とか若い年も関係なくね、しかもこっち今のこの季節はヨーロッパ寒いので、体力も奪われますし、連日の睡眠不足でやはり免疫も落ちてますので、風邪ひいたりしやすいですからね。風邪ひくと自分も大変ですけど、周りのオーディエンスにも移したり、下手したらアーティストにも移しますんで、体調不良、体調の管理にはね、気をつけていただきたいというふうに思います。やっぱりここを雨の中を歩くと考えたら不可能ですね。 What? Say that? No, 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 it's a job. Okay. I don't want to answer. I still got 2 minutes to go and they try to call me. これ歩いていったら向こうに着く方にはもうダウン、ロングダウンがびっしょびしょですよ。重くなってますよ。昨日から今日までで初めて会場に向かって見てみることになりますね。分かってるよね、大丈夫だよね、この人。分かっ
lucky the line. Ah, okay. Quick. I'm getting too slow. Okay. Thank you. Thank you so much. こんな感じでね、今日必死に並んでます、人が。長寿の日を、長寿の最後尾には着こうと思います。あれ、これ長寿じゃない。長寿っぽくない。Yeah.本来日本に送るはずだったチケットを今ここで受け取ってんだ。そう、大阪ジャパン。そんなバカ。
まれるという事件が起きました。本当に困ったところですね。泥棒が多くて